皆さんこんばんは、ジョネトラダムスフライデー、今週も人類滅亡、はい、ということで始まりましたが、いや風が強いですね。強いですよね。黄砂が暴風です。ビュンビュン、はい、飛んできて。そうなんです。マスクしてないと死にますですよね。もう鼻詰まっちゃって、いやここにもうなんかこう来ます、なんかここになんか巨大な鉛の玉を入れられたように鼻詰まっちゃうから。え、辛いですね。やばいんで、もう今日もバッチリマスクしてね、来たんですけど、その方がいいですね。ね、でもその風強い、はい、暴風、そうなんです、暴風が吹き荒れてるのはね、はい、東京だけじゃないじゃないですね、はい、はい、東京だけじゃないっていうか、もう全世界吹き荒れてるんですけど、はい、特に今日の東京市場、そうなんですよ、吹き荒れてますね。ナイアガラドーン来ました。すごいです、すごいですね。はい、今現在ね、収録時点ですけど、はい、日経平均は1091円安、はい、36,987円と、はい、一時1200円安まで行ったんですけど、ちょっと戻しましたね。そうですね。うん。で、一応、まあ、なんか下げ、下げ幅一時1000円超っていうことでね、はい、ハイテク不安や中東懸念でという、またもう適当なとりあえずありそうなこと。適当なこと書いてるんですけど、はい、3万7000円割れたら、はい、KKD と吉田さん公約してましたけど、はい、今日はやられましたか？行ってきました。おすげえ、根性あるな。いえいえいえ、お買い得ですよ。お買い得ですね、確かにね。思ってるんです、はい。うん、行っちゃいましたか。そうなんですよ。ああ、まあ。行かないですか？いや、私やめときます。もうちょっと行ったらやります。そうですよ。まだちょ、まあ、だってどうせ自動運転してるしね。はい、そうなんです、うん。あんまり焦んなくてもいいかなと。はい、ちょっと36,000円で KKD って気にならないんですよ。ああ、前低かったですからね。16,000円とかだったら、おおって感じなんですけど、はい、ちょっと。3万6000まだ高いかな。そうですよね。あ、でもね、一応これ最大行って、はい、年ぐらいまで行きそうな。あ、なるほど。今日ちょっと自主的に P 入れてるところは全部ね、はい、今日ジョネドラダムスからの秘密のメールが多分出てると思うんで、はい、はい、出てるっていうか、はい、いや出ると思うんですよ。一応ね、引け値でマイナス1000円よりも、はい、まあ、安かったら出すと言ってるので、はい、もし引け値でマイナス1000円、ね、以上の、まあ、下落だったらね、今日、秘密のメール、はい、夜9時に出ますので。わかりました、はい、今ちょうど8時ちょいでしょ、はい、ね、だから今から登録しても間に合いますから、はい、というか、まあ、過ぎてから見ちゃった人も48時間バックナンバー読めますので、はい、ジョネゾラダムスから秘密のメールね、はい、八重洲イブニングラボ登録してください、はい、プレミアムじゃないと読めないですよ、はい、そうですね、無料だと読めないので、はいはい、ぜひプレミアム会員でお待ちしてますので、はい、1000円下がったらね、はい、書きますけど、まあ、でもまあ3万7000円割れたら書くかな。そうですよね、うん、はい、3万7000円割れのままで終わったらまあ書いてもいいかなって感じですけど、はい、でも今現在結構微妙なんですよ。そうなんですよね。今ね、だって3万、6979円ですから、 あと21円上がったら、はい、ね、ちょっとこう最後にそうですね、ピヨってこういったりするでしょ、はい、ね、なんでこれどうかなと、私みたいな人が買うとプイッといきますよね。そうですね、まあ、待ってる人もいますから、ね、そうなんです、ね、待ってる人、吉田さんみたいに早めに食っちゃう人もいますから、ね、はい、ちょっと早かったですかね。いや、いいと思います、はい、一応ね、この3万6000円あたりに、はい、まあちょっとこうある何かがある、何かがある、超能力を使うと見える、おー、何かがあると、はい皆さん超能力使ってますか？使えないですね、なかなか。あ、そうですか、はい、チャートにいろんな補助線引くとね、超能力使えるんですよ。そうみたいですね、こうなんとかの方とかあるんですね。ヘッド&ショルダーとか見えちゃうんですよ見えちゃうんですよ。見えちゃう、ね、ネックラインとか見えちゃうんですよ。見えるんですか？見えるんです、はい。で、まあいろんなこうあるんですけど、はい、まあ3万7千円ちょっと切ったあたり、まあ3万6千から7千のこう間ぐらいに、なんかあると。何かが存在する。いろんなものがこう示唆されてるんですよ。はい。なるほど。なんで、まあここで一旦こう、ボーンとね、こう、はい、ボヨーンみたいな。バウンドするんですか？ドーン、ボヨヨヨヨンって感じです。なんかね、地震です、地震。なるほど。大きいのがドーンと起こるとさ、はい、余震が続くじゃん。そうですね。ね、しばらくね。はい、まあしばらくだから、これが本心なのかどうかはね。はい。これ全身かもしれん。いやー。この後もっとでかいくよ。それは、取っておかないといけないですね。いや、そうです。だから全力 KKD しちゃダメなんですよ。はい。そうだ、私はまだ温存で。程よくですね。程よくというか、まあそうですね。アンドロ軍団しか。はい。まあ、アンドロ軍団に、攻撃命令、ね、はい、ずっと出してる感じなんで、ね。そうですね。ザザですね。今日も多分どっかで買ってます。はい。はい、どっかで誰かが買ってます。毎日買ってますから、俺。すごいですよね、毎日。毎日買ってます、はい。毎日何かを買ってます。はい。何かの金商品買ってるので、まあそういう感じで行くのが一番いいかな。そうですね。これ、安心ですね、なんでいいかというと、まあこれ当たり前なんですけど、はい、ボーンって行った時にそこで買うって難しいんですよ。難しいです、はい、落ちてる時にどこがそこかって分かんないんで、はい、だって今日もほら200円ぐらいブレてるわけでしょ。そうなんですよね。マイナス1200円いったかと思ったら、はい、それより先行かないで1000円マイナス1000円戻っちゃってるわけでしょ、はい、この200円がだから
ね、一瞬の出来事なんですよ。ですよね。で、そのマイナス1200の時にここだーって分かんないじゃないですか。だって、はい、そしたらね、2400円までいっちゃうかもしれないですよ。そうなんですよね。で、ここで全力使い果たしたら、ここでもう全部ここから塩漬けタイムでしょ。はい。だからやっぱ余力を残して買うっていうのは大事なんですよ。大事ですね。はい。で、自動運転のいいところは、ボーンってなって、ビヨンビヨンビヨンってこうなってね、はい、長くこうビヨンビヨンビヨンってなってれば、こう長くなってる時に何回もこう変えるんですよ。はい、定期的に変わってるんで。はい。はい、私のようにほら毎日買ってる人だともうずっと買ってるんで、そうですよね、この間絶え間なく買ってるんで全部こう拾えるわけですよ、はい、だからそういう意味ではあの焦らずにですね、ちょっとずつちょっとずつこう時間分散して買うっていうのが、はい、まあ一つのポイントなんですよ ね、 そうですね。ドルコスト平均法の妙味ってまさにこれでね、はい、時間を分散するっていうことなんです。大事です、はい。まあ、こんなもん全部あのねドルコスト平均法ってまあね Google で検索すればこんな話全部出てくるから、はい、そこを読んでほしいんですけど、これも当たり前なんですけど、はい、なんかこれよりもねそのなんか俺がその KKD した方がうまくいくって言ってた、いや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 怖いですよね結構いるんですよ。え、そうなんですか。結構いるの。あら、やっちゃうの。そんで、はい、楽しいから気持ちはわかりますけど ね、 吉田さん KKD 基本的に指数しかしないです。そうなんです、ね、はい、指数しかやらないし、あとなんかルール決めてその通りしかやらないでしょ、はい、そうなんです。だからまだ抑制的にいいんですよ、はい、これをなんかこうなんか来ちゃって何かが来ちゃうんです、ね、あー、ドーンドーン自分がドーンですね昔の俺です。いやー、昔は20年前ぐらいそんな感じでした、はい。で、その当たるときにですよ、はい。9連勝ぐらいできるの。でもね、あの、10連勝は無理なんですよ。10回目にね、あの、もう、大地雷。巨大な地雷をポチッとなってやって、ダーンと、もう今までのこう、登った分を、全部こう、あの、転げ落ちるぐらいのマイナス、はい、あの、登り始めた位置よりも下行っちゃうみたいな時もあるんです。はい。はい、なんで、辛いですね。はい。はい、まあ、こういうことは、あの、過去に何度も起きてるので、はい、私少なくともですね、物心ついてから、バブル崩壊でしょ、はい、IT バブル崩壊でしょ、リーマンショックでしょ、コロナショックでしょ、もう4回も経験してる。すごいですね。ねえ。で、この4回の経験を、ちゃんとこう、はい、なんていうんですか、ニュースフローだけでさ、はい、こう、ふらーっとこう流さないで、なんであの時はこうなったのかと。ね。条件はどうなのかとか、いろいろあるでしょ、はい、で、こういうのやっぱしっかりと分析してですね、そうですね、反省、大事ですよね、反省しないといけないです。はい。はい、で、その反省の書が、まあ、経済で読み解く日本史でもあります。はい。はい、あるんですが、まあ、その反省を踏まえてですね、私はアベノミクスの時にね、バカ勝ちして。そうですよ。ね。で、その後、あれですよ、ね、例のコモディティで、はい、まあ、コモディティというか、まあ、その、コロナショックでバカ勝ちしました。はい、2連勝ですね、今のところ。すごいですよね。で、もうこれ、もう絶対この先リスク取らないと思ってるので、今日も経験しないです。いやー、でも買いたくなっちゃいますよね。そう、でも儲かったお金を現金で持ってるとマイナスになっちゃうでしょ。そうなんです、ね。だから、やっぱり価格変動リスクは取ってますよ。はい。今ね、不走者で本書いてるんですよ。っていうかもう、そうですよね、もう書き終わったんですけど。終わったんですか？いや、すごい、今回すごかったよ。今回ね、いつにも増して、早く完成度の高い原稿が書けました。すごいです。誰のおかげだと思います？音声認識する。そうです。そうですよね。AI です。そうですよね。Windows の AI、すげえわ。そんなにすごいんですね。書ける書ける。で、もうライターさんがちょっとだから、失業したかもね。そうですね。うん、確かに。正確に気書きしてくれるので。でね、カズマさんにちょっと習ったんですけど、はい、カズマさん曰く Windows 11のやつをね、こうパソコンの内蔵マイクでやると、はい、ちょっとね、こう変換遅いんですよ。ちょっとタイムラグあるの、はい。で、カズマさんそれが嫌で、だから Android の方が早いからっつって、Android を入力デバイスにして Windows 11に入れてるっていう。そんなことができるんですか？そうそう、詳しくはカズマさんのブログとか見てください。めっちゃ詳しく、ただで教えてくれるんで。すごいですね。すごいです。で、俺教えてもらったんですよ。で、そういうふうになりますよって言われたんだけど、試しに Windows で普通にやってみたの。はい、そしたらさ、その変換のタイムラグがね、いい感じで次の文章を考える、こう、間になるんだよね、俺に。なるほど。だむしろ、楽しながら考える、ね。そう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 。だむしろ俺にとってはなんかこう、変換ちょっと迷ったりして、時間があったりするんだけど、ちょっとでも数秒だよ。はい、そう、数秒のタイムラグが、こう、次の、こういう文章だったら次はこうだっていうのを、考える、こう、なんかね。時間になる。時間になるので、割とこう、なんていうのかな、あんまり直すとこは少ないような形で喋れるんですよ。すごいですね。うん。逆にそのタイムラグは俺はいいですっつってそっちでやってるんですけど、カズマさんは逆にもうすぐに反応しまって、あと自分で直した方が早いっていう、まあやり方。まあいろんなスタイルあるんでね。はい。俺はこうなんか鳥の時点で結構完璧なものを言って、なるべく直したくないっていう。なるほど。そうですね。もう手首へのダメージを最小限にした。来ますもんね。そうそうそう。はい、もう何ですか、その防御力を高めるじゃなくて、もう回避。防御しないっていう、はい、回避力をこう素早さを高めて回避しちゃう、はい、当たらなければ、ね、当たらなければどうということはないの、シャアですよ、シャア、シャアの哲学なんで当たらないんですか、当たらなければどうということはない、当たらなきゃいいんです、はい、なのでこうなるべくこう正確性を期してね、はい、なるべく最小限の直しでいきたいので、そういうやり方する人にはWindows 11のね、はい、
ちょっとしたタイムラグがいいのよ。だあんまりちょっと精度上げてほしくないわけ。まあ、パッてやられるとなんか考えるしかなくなる。その時間が大事。そう、それでやったらめっちゃ早く書けまして。すごいですね。ざっくりね、8万字ぐらい書いたんですけど、10日で書けちゃいました。10日ですか？うん。早い。でもね、その10日間のうちね、本当に作業してたのって5日間ぐらい。期間としては10日なんですけど、はい、取り組んだのが5日。しかもその取り組んだ日、丸1日やったのって本当に1日か2日ぐらいしかなくて、はい、5日間のうちだから3日間は半日ぐらいしかやってなくて、はい、で本当丸1日取り組んだのがまあ2日ぐらいかな。大阪最近行ってるでしょ。だから大阪行く前に書いてて、新幹線乗ってずっと書いて、ついてからもちょこっと書いてみたいなのが1日だけありました。なるほど。でそれはもう最後の納品だったんで、もう書いちゃえと思ってやったんですよ。でそういう感じ。さすがに新幹線で話せないですもんね。もうそうそう、はい、新幹線は話せないんで、まあ、ある程度ちょっとねネタを仕込んでまあやったんですけど、まあだからそんな感じでね、意外と早くできたなと。すごいです、ね、楽しみですね。そう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 、なんで、あ、ちょっとごめんなさい、はい、今ね電池が切れそうなんで、大変ですね。エネルギーを補充します。はい、エネルギー補充します。はい、来ました。はい、はい、ということで、まあその本がね、はい、出たらね、いろいろまたこのね、直近の、はい、投資ね、私がどんなことやったかっていうのを一応書いておいたんで、参考になるかなとは思うんですが、楽しみですよ。ですが、はい、要は、アベノミクス相場、はい、そして、コロナショック、はい、これでまあちょっとね、まあまあまあ、まあまあ、ね、まあちょっとまあ結構爆発したんですけど、勝ちまして、はい、で、今はじゃあそのお金をどうしてるかというと、別の、まあ別のっていうか、まあちょっと手締まったりもしたものもあるし、はい、まあコロナショックの時仕入れたものはそのままポジションキープしてるのもあるし、価格変動リスクをやっぱ取らないと、はい、富を保存できないですよね。そうですね。資産を防衛できないでしょ。はい、どんどん減っていってしまいます、ね。そうそう。なんで結局はね、株で置いてるんです。なんだかんだで。はい、で、今この水準だと、私が買った、ね、まあ、ドルコ債券用で買った部分はまだ買い続けてるので、はい、ちょっと高値掴みしたのもちょっとあるんですけど、結局下がってきて、また上がれば、はい、まあ、この分も全部平均されて、そうですね、いい感じになってしまうわけですよ。はい。はい。だからちょっと下がって揉んでる時間が長ければ、まあ少し早めにエントリーしちゃってね、高値掴みしちゃった分っていうのは薄まるから、はい。ね、あんま心配しなくていいんじゃないかなと。なるほど。思うんですけど、不安ですよね。不安ですね。不安ですよね。そうなんです。そんなあなたに、ジョネトラダムスからの秘密のメールをお届けしますので、はい、ヤエスイブニングラボの方をね、お入りいただければいいかなということなんですが、はい、あ、ちょっとまた下がってきた。おっと。36,850円まで下がってきたね。来ましたね。まあ、行くな。行きそうですね。行くと思いますね。はい。はい、なんで、まあ、今のうちに、今のうちにプレミアム会員登録していただければ、はい、届きますので。あと、今日ね、プレミア配信です。そうなんですよ。ね、なんで。こちらだ。ね、これね。対応ですね。よろしくお願いします、ね。お願いします。ね、来週がライブ。そうなんです。来週、月末です。早いですね。月末、ちゃんとね、数字を出すためには、はい、その手前で、やっぱある程度発射台高くしておく。なるほど、そうですね。ね、ここ低いところから最後の一瞬でドーンって言うと届かない可能性ありますから。そうですね。ね、もうここでちょっとある程度こう、もう、こっから打てばもう、ゴール入るよね、みたいなところにちょっと上げておかなきゃいけないんで、ちょっとこれとね、これを。こちらも、はい、吉田さんのギャラになってますからね。そうなんです、はい、めっちゃギャラになる。そのお金がディズニーに行くんです。そうなんです。KKD にも行きます。KKD とディズニーに行くんで、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いできればということですね。はい。じゃあ、まあ、相場の話はね、だから詳しくはですね、ちょっとそのね、秘密のメールでやるので、はい。はい、ぜひ、まあ、詳しく知りたい人は。まあ、いっぱいあるんですけど、まあ、さっき言ったような、のでね、満足できる人はいいですよ。はい。まあ、とりあえず、ね、ドルコスト平均法でどうぞお続けくださいって感じなんですけど、まあ、日本経済ね、どうなるかということでね、じゃ二つ目の話題いきたいんですけど、はい、消費者物価指数出ました。出ましたね。はい、出ましてですね、総合 2.7、はい、コア 2.6、コアコア 2.9 ということで、まあ、目標達成してますね。そうですね。2% を超えていますね。はい。で、まあ、ちょっと下がったんでね。はい、デフレ基調が強まってるのに、なんで日銀が金融引き締めをするんだとか、ね、お嘆きの、基金もいらっしゃるかなと思うんですが、はい、まあ、よく見てください。2.9% ですか。そうなんです。目標は超えています。はい、そうですね、はい。で、これもしね、日銀の予想に反して 2% 下回るようなことがあったら、はい、多分ね、追加緩和はないですね。ないですか？ごめんなさい。年内の、ごめんなさい。追加利上げ。利上げですね。追加利上げね。年内の、追加利上げは遠のくって感じですかね。はい、ただ私はね、割と物価見通しは強気で、これ一時的に 2.9 とかですけど、はい、これまた 3% 上回ってくると思います。おー。キンキンに。はい、うん。夏ぐらいにはもう 4% とかいくんじゃね？すごいですね。はい。まあ、外したらすいません、はい。外したら俺自分にペナルティーですから。そうですね。はい。夏ぐらいには 4% いくかもしれないなぐらいの、ちょっとかなり強気な見通しは私は持ってるので、はい、日銀の利上げもですね、年内2回かなと。ある可能性が。うん。この間のね、ヤエスイブニングラボのほら、ね、リフレアテーダン。はい。
やりましたけど、ね、面白かったでしょ、はい、面白かったです、ね、相田さんともね結構一致したんだよ、そうですね、うん、で相田さんは増税したらデフレに戻るって言ってたんですけど、はい、いやさすがにデフレマイナスはないでしょって言ったら、相田さんもまあ 1% ぐらいのディスインフレになるかもしれないけど、さすがマイナスはないかもとはおっしゃってましたね。そうですね、まあ、詳しくはこれもあの今ちょうどコンテンツが出てるんで、はい、YSE ビューイングラボでね皆さんぜひあの聞いてあげればと思うんですけど、はい、あのまあ長浜さんとはもう9割方一致して、まあ、あのデフレに戻ることは、まあ、まずないでしょうと。で年内利上げ1回ってところではもうほぼ一致です、はい、問題2回あるかどうかで、俺は割と強気なんで、はい、2回やるんじゃないかなと、はい、やっても大丈夫かもねみたいなね、いけちゃいますかね、うん、でこの間ちょっと解説したんですけど、円安が進んでるから利上げしろみたいなのもね、愚かな意見がさあるんですけど、そうですね、うん、あの為替レートにねあのフォーカスしてあの金融政策使っちゃダメなんですよ、はい、でね、今ちょうどそのまあなんかあのね物価も上がってるから利上げでいいじゃないかとか言うんですけど、いやだからそう目標はあくまでも物価であってさ、そうですね、ね、はい、為替レートを例えばじゃあ1ドル140円にするまでやりますって言っちゃった場合ね、はい、そうそう物価が思いのほか下がっちゃうかもしれないよ、そうですね、それでもじゃあ何140円優先してやるわけって話なんですよ、無理ですよ ねやるわけないんですよ、はい、優先するのは物価の方が優先で、はい、物価がある程度抑えられてねその上で円安だったらもうこれも仕方ないんですよ、はい、これ何もしないって国際公約ですから、はい、ね、そうですね、決まってますからね、そう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 、で今物価はまあある程度抑えられてるので、はい、まあ、そんな無理して利上げしなくてもいいですよね、はい、そうですね、ね、であの我らは野口朝日先生、はい、日銀審議員やられてますけれどもね、あのリフレ派のね、はい、古い仲間ですけど、野口さんもさあの YCC の解除反対したんだぜ、そうなんですね、そうでも反対したんだけど言ってること、この間のまあ講演で言ってること、はい、ほとんど私と変わんないんですよそう利上げは必要だみたいなことをね、はい、趣旨をおっしゃっててね、でこれねちょっとね私あの昨日ツイッターでねあのこの件ちょっとあの引用したんですけどね、はい、あのあやばい、温度が温度が上がってきた、切れたら切れたら終わりです、そんなまだ切れたら終わりです、はい、一応野口さんはですね、はい、一応要約が出てるんですけどね、こんなように言ったと、物価、2% 実現26年になれば、相当角度が高まっていると思うと、まあ、要はその 2% に行ってもう絶対に戻らないっていう確信のところまではそれだと、まあ、現状を超えてるとはまた別の話ですよ、はい、それから利上げと、国債減額順番をどうするかは、これから議論すると、それから追加利上げのタイミング私自身はかなりゆっくりになるというのが、メインシナリオと、まあ、メインシナリオってことは追加利上げあるってことで、そうですね、そうそうそう、はい、追加利上げ OK なんですよ野口さんもね、それから、追加利上げは経済状況次第で柔軟に考え、考え方は変えたいとね、追加利上げね、そうそう、まあだから物価次第下駄を勝負と、はい、まあ、これも普段私が、まあね、言ってる通りですよね、はい、円安が長引くといろんな影響が出てくる可能性はあると、まあこれはね多分あのまあ、ようやくなんで、はい、野口さんの言いたいところはその円安が長引くと結果的に物価に反映するんですよ、はい、なるほど、で物価高くなるでしょ、はい、そうするとその物価高くなったんで利上げで抑えるっていうことはありえますよと、そういうことですね、はい、円安だけじゃない、円安が物価に跳ね返ってきたらやりますっていう多分あの標準的なことをおっしゃってるだけだと、はい、物価が上がったらやりますということですよね、はい、はい、私はそういうふうに解釈してます、はい、それから、為替全体に金融政策で対応することはありえないとかね言ってるでしょ、そうです ねだからその円安が長引くといろんな影響が出る可能性があるっていうのと為替自体に金融政策で対応することはありえない、この2つの発言からね、はい、総合して出る結論というのは要は金融政策は物価のためにやってるですね、以上です、はい、はい、為替レートをコントロールするためにやりませんということなんですよね、はい、それから円安が好循環に影響するなら見極めていかなければいけないと、いうことですね、好循環にですね、そうそうそう、別になんか私とそんな認識変わんないでしょ、まあ、そうですね、ほぼ同じですよ ね今回だから金融引き締めしちゃったけれどもこれでデフレに戻るかもしれないから注意が必要なんてことは一言も言ってなくて、はい、むしろ、まあなんていうか、物価高、はい、インフレ警戒ですよね、そうですね、そうそうそう、インフレになったら利上げします、そうで、その為替をまあコントロールするために金融政策使ったりはしませんよとかね、はい、割となんか普通のことをおっしゃっているんですよ、そうですね、はい、でなんかそのリフレ派の方でね私の発言が気に入らないという方もいらっしゃるのかもしれませんけど、はい、いや私別にその野口さんと変わらないこと言ってますよ、はい、だからちょっと強気です僕、あのもっとあの物価上がってくると思ってて、あの今あのあでもちょっとね原油下がったんだよな、あそうなんですね、うん、原油ね、あのあれなんですよ、この間のあのイスラエルのですね、はい、あのイラン攻撃あったでしょ、いましたね、であの攻撃の後あのなんかもうちょっとそんなにエスカレーションしねえなみたいなのもあり、あとねあのアメリカのその、利下げが遠のいたとか、ね、はい、あのまあドル高とかもいろいろ影響してですね、85ドル前後まで実は原油行ってたんですけど、そのまま90ドル行くかと思ったのがちょっと反転してですね、はい、今81ドル1回あら下がったんですね、下がって今82ドルに戻ってると、なるほど、ちょっとだからそうそうそう、戻りが悪いですね、80ドル台前半で今もみもみになっちゃった、
なるほど。このままぐんぐん上がって90ドル台チャレンジするかと思ったらちょっと意外なことになって下がってきたんですね。そう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 。なのでまあこれをだからまあ出たとこ勝負ですよね。はい、そうですね。一応まあ野口さんもまあだから今後インフレがまあそこそこ進行してって、まあ来年再来年あたりまあもうこれも 2% 絶対戻んないみたいな水準にいくだろうと、はい、ね、いうふうにご覧になってると、はい、ね、で中でそのまあ多少こう上限度ありますから、はい、まあその出たとこ勝負ですよ。そうですね、この想定が外れたら当然それはもったいね、金融緩和に、まあ、金融緩和には戻らないと思うんですけど、はい、まあ、このままだから緩和的環境、今のもうゼロ金利の状態がずっと長引くみたいな、はい、まあ、感じなのかなと。一応曲がりなりにもですね、量的緩和終わってですね、はい、ゼロ金利の状態戻りましたんで、あとね、もう一個ちょっと懸念されるのがね、日銀のね、資産ね、大量に買い込んだその、まあ、国債を減額するのどうするのかってこのタイミングなんですけど、なるほど、まあ、これはだいぶ先になるんじゃないかなと。うん、先でもいいんですもんね。そうですね、インフレがまあそこそこいっちゃった時にはこれ使って調整できるんで、はい、だそのための武器としてずっと取っておけば、取っておいてるんですかね。そう、取っておけばいいわけで、はい、まあ、実質的にはだってまあこれ財政ファイナンスしちゃった後の、まあ、残りガスみたいなもんですから、はい、別に持ってること自体もね、まあ、借り換えするかどうかって問題もありますけどね、はい、借り換えないとそのまま借り換えっていうか、要はだから償還期限来ちゃったやつを返してもらっちゃうと、はい、どんどん減っていくんですよ。ああ、なるほど。そうだ、自然に減ってっちゃうのね、はい、自然に減っていくやつをどうするかっていうところ、ね、乗り換えるか乗り換えるか、はい、そのロールオーバーの部分がどうなるかっていう感じなんですけど、はい、どうなのかな、迷いますよね、きっと。うーん、迷いますね、はい、まあでもちょっとまだ早いんじゃない、うん、しばらくだからゼロ金利続くってことで、はい、物価が思いのほかだから下圧力かかったらゼロ金利しばらく続くんじゃないですか、はい、ただ量的緩和に戻るほどのその物価のマイナスがあるかどうか、はい、なかなかなさそうですね。私はないと思いますね、はい、うん、今コアコアで 2.9 でしょ、はい、まあこれぐらいじゃないの。そうですよね、もうちょっといくかもしれないけどね、 2% ギリギリぐらいまでいくかもしれないけど、いきますかね。いやでもどうか分かんないっすね。そうですよね、原油がちょっと下がったのがあるけど、でも一応今円安なんで、はい、まあ、これが輸入物価を通じてね、物価にも跳ね返ってくる可能性もあるし、あとは全般的に人手不足、はい、ね、あとまあ、いろんなサプライチェーンの遅延も大きいですよね。そうですね。ね、運べないですからね。そうそうそう。吉田さんほらだってね、お仕事で製造業結構見てるでしょ。そうなんです。大変でしょ、仕入れ。はい、大変そうです。そうそうそう。昔は考えられないですよね。鉄板の金額が上がっているとか。そうそうそうでしょ。そうね、後半も上がってるし、人も足らないし。そうなんです。ですよね。どっちかっていうとだからこう作るためのこう仕入れが大変とか、人足らないとか、なんかもういわゆるインフレ型の問題が。多いですよね。いっぱい起こってるので、はい、なので、まあ、やっぱり私は下押し圧力よりも、こう、吹き上げのね、はい、上昇圧力の方が強いかなと思うので、まあ、ある程度整理、ついたところです。まあ、夏ぐらいからかな、物価はちょっとこう、上がってくるのかな。上がってきますかね。うん、いうふうに思ってますけど、年後半は結構上がるんじゃないかなと。おー、そうすると利上げが、ね、うん。そうですね。まあ、7月が、まあ、一番早くて、日銀の利上げは7月と言われてるんですけれども、はい、まあ、7月にやるからにはですね、まあ、それまでにもなんかちょっと兆候が出ると。いうことなんで、本当キンキンですね。まあ今、これ3月の消費者物価指数かな、今日出たのがね。そうですよね。そうですよね。今日出たのが3月なんですけど、まあ4月、5月、6月と、まあこの3ヶ月間でですね、はい、もうちょっと傾向見えちゃう可能性も。早ければね、はい、早ければ。遅くとも夏には、まあ今後の物価動向の、趨勢というのがですね、はい、明らかになって。見えてきますかね。緊張しますね、なんだか。じゃないかなと思うんですが、その趨勢が見える前に。はい。あ、お願いしますね。見る前にこれと、はい、これと、これやらないと、間に合わないと、ね、はい、月末のね、まあ、必達に向けて、ちょっと発射台上げて、はい、そっから打てば絶対入るってところは、ちょっと今ね、積み上げよう、積み上げよう、こういう感じで。こういう感じで。ありがとうございます。はい、すごい狭間寛平さんみたいな。そうですね。はい、今回やってました。はい、カンペちゃん。懐かしいです、ね。はい、カンペちゃんでぜひ、はい、できるように、いうふうに思います。はい、そして最後のネタなんですが、アメリカがついに本気出したみたいな。はい。ね、チャイナのね、アルミニウムと鉄鋼、はい、完全3倍にするっていう。すごいですよね。うん、でね、あとね、今日は別のね、私の動画の方でもやったんですけど、はい、メキシコにさ、チャイナの EV メーカーのさ、はい、BYD が工場を作って、はい、そっからアメリカに EV 輸出しようとしたんですよ。なるほど。してたんですけど、はい、メキシコ政府がいろいろやろうと思ってた補助金、ごめん、あれなしにしてっつって。急になしになったんですか。うん、なんかなしにしてって1月に言ってたらしい。今頃分かったんですけど。そうなんですか。で、なんでっていうので、なんかアメリカがね、最近だから、ほら、トランプさんとかもさ、メキシコにそのね、チャイナが EV 工場を作って、そのとこから EV 輸出、はい、やってもいいけど、完全 100% だなっつって。はい。100% すごいですね。で、バイデン氏も、いや、それはちょっと、おかしいと言い始めてて、はい、で、まあ、鉄鋼とか3倍したでしょ、今回ね。だから、まあ、こういうのも、まあ、3倍したっていうか、まあ、するように検討しろと、はい、かなり強く言ったみたいなんで、まあ、選挙に向けてですね、あ、なる
ど、はい、選挙です。労働者俺たちが守るみたいな、はい、こういう感じですね。互いにこうやってる、歌舞伎をこうやってる、こうですね、俺が守る、いやいや俺が守る俺が守るみたいな、それのこれだったんですね。これなんです、はい、冗談じゃないよ、鬼ヶ原金蔵じゃない古いですね。俺もね、鬼ヶ原金蔵知ってる人どれぐらいいるんでしょうね。どうですかね。たけしさんの昔だったんですよ、表現作り充電じゃないよっつって。そうだったんですね。いや充電じゃないよ、完全3倍みたいな。で、まあ、やってるわけですよ、はい、でこれはだから大統領選挙絡みなので、経済安保とはいえですね、まあ選挙向けの人気取り、はいはい、選挙が終わってもやりますよねきっと。まあ選挙公約で言ったらやるしかない、ね、そうですよね、よかったです、うん、と思うんですけどね、はい、でこれに関してですね、笹川平和財団のですね、はい、渡辺恒夫さんというね、はい、鍋恒さんと同じ同姓同名の方がいらっしゃるんですけど、渡辺恒夫さん曰く、これ経済安保に見えてただの選挙の人気取りだから、いやだから日本もとばっちりだよと。US スチールをさ、日本製鉄が買おうとしてるけどさ、いろいろ待ってかかってんじゃん。はい、なかなか買えないんですよ、ね。株主は OK したのよ、はい。株主はもういいですね。ナイスディールと。ああ、ね、株主は OK なんですか。グッドディールと、はい。もう素晴らしいと。株主7割賛成です。はい、賛成なんですけど、労働組合と。それからアメリカ政府ね。まあ、シフィウスっていう投資委員会でしょうね。これが何というか。あと、まあ、その、独禁法、経済安保と独禁法なんですよ。はい、経済安保、独禁法、あと労組、はい、この3つがですね、今ね、肛門の狼3匹もいると。大変ですね。しかも全部もう結構強い。やばいっす。それぞれがもうあんなもうバイオハザードのゾンビ系なんかでも全然強いみたいな。いや、恐ろしいですね。どうしましょう。何も聞かないです。ミラー助けてーみたいな。ミラーミラージョモビッチでも助けられることが。無理ですよね。いや、結構大変なんですよ。だからこう、メキシコ、まあこういうことになったりとか、チャイナ関税3倍ざまーとか思ってるんですけど、いや、日本も結構とばっちりあるので。そうですよね。いや、でもね、つってもよ、まあ今回その、まあ本の話ちょっと出たんですけど、はい、そう本にも書いたんだけどさ、アメリカがこれだけね、日本とかまあチャイナからのね、輸入に頼ってる理由っていうのは何かといえば、アメリカのさ、貯蓄が少ないこと。はい、ああ、そうなんですね。それから過剰投資。これが原因なのよ。なるほど。IS バランス式っていうのを書くと一発でわかるんですけど、貯金が少なくて投資が多いとね、はい、足らないんですよ、生産量が。国内。ああ、そうなんですか。足んなくなるの。はい。うん。で、結果的にはですね、まあ、その、経常収支が赤字になってね、はい、で、要は物入ってきて、で、それで調整するの。でも、だからっつって、これじゃあ、逆転させたらどうなるかって言うと、みんな貯金しまくっちゃってお金使わなくて、アメリカの景気めっちゃ悪くなるんですよ。いや、大変ですね。そう。だアメリカの国益のために輸入増やしてるでしょ？はい。で、輸入、ね、輸出してくれって言うから、ね、売ってるだけでさ。そうですね。別に、頼まれてるからやってるだけで、はい、それはなんか日本がもう、なんかね、安いものご利用しみたいに言われても、いや、だって、安いものが欲しいって君ら言ったじゃんみたいな感じで。だから売ったんですみたいな。そうそう。で、これなんか実は80年代の後半ぐらいから、はい、こうアメリカのその構造的なね、そのね、問題であってさ、はい、別に日本になんとかって言われても、我々はそれに適応してるだけなんでっていう話はですね、まあ、随分前からあるんです。はい、古くはですね、下村治先生です。池田隼人首相のですね、はい、経済ブレーンで、高度経済成長を成し遂げた方です。そうだったんですね。はい、下村治先生ね、もう私も尊敬するエコノミストの一人ですけどね。はい、まあこの人は経済学で博士号を持ってますので、ちゃんとした、はい、プロフェッサーにも、まあ後でなってるけど、はい、ドクターですよね。ドクター下村のですね、まあそういうご意見もありです。これ87年に実はそういう講演会でそういう趣旨のご発言されてます。すごいですね。はい。それを私見つけてきて、今回本にちゃんと載せてますから。はい、楽しみです。経済で読み解く日本史の時にも載せてるんですけどね。はい、もう一回ちょっと再掲したんですけど、はい、だからまあ、そういう意味でですね、アメリカはこういうことやってるけど、そもそも原因アメリカなんですが、これ理不尽なことやるんですよ。なるほど。3倍とか言っちゃうんです。まあ、でもこのメキシコの件とか、はい、このね、関税3倍はまあ経済安保あるから、そうですよね。まあしょうがねえかなと、はい。で、チャイナの鉄に頼りすぎちゃうとさ、アメリカ軍艦作れない。大変ですね。そう、戦闘機。もう渡さないって言われたら作れない。そう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 。軍艦に使うようなその特殊な鉄っていうのは、はい、今アメリカのね、製鉄所では作れないんです。そうなんですか？誰がそれを出してるかというと、はい、日本の製鉄会社。すごいです。もうね、めっちゃ頑張ってんだ、日本は。ですね。そう、だから変な、なんかさ、保護主義とか孤立主義とかさ、はい、そんなこと言わない。俺らも手伝うからさ、一緒に頑張ろうよ、つって、キッシーがこの間議会で演説したんですよ。なるほど。そしたらもう大拍手。そうだね、と。岸田さんのおっしゃる通りかもね、みたいな。はい、で、共和党のなんか連中からちょっとそういう意味では、なんていうの、こう、不協和音みたいな。あ、岸田も余計なこと言いやがってみたいなのちょっとあるらしいんですけど。で、あるんですけど、でももうそれ言われちゃう、アメリカがさ、ちょっとあまりにもね、そのね、一番自由貿易で得してきたのってアメリカでしょ。はい。そうですね。ね、で、そのアメリカがそのね、やるルールが、アメリカにすごい有利なように見えるから今陰謀論もこんな出てるわけでしょ。はい。
なのにその自由貿易に背を向けるってさ、お前らどういうことだってなるわな。ね、苦言呈すけどさ、あえて同盟国だからね、はい、厳しく言うとさ、いやだからやっぱアメリカそういうのから逃げちゃいけないんだよ。はい、正々堂々さ、自分で決めたルールなんだからさ、そのルールで勝負しろよと。ですね。それはないよ、こんな保護主義やってて。まあ、チャイナ締め出すのはいいけどさ、でもこっちもダメスターですけど。まあそれはいいよねみたいな感じで、そうそう、経済安保は別物だから、はい、だってこのインフラ自体を破壊しようとしてるのチャイナだから。そうですよ、ね、それはだってそんな簡単にねルールただ乗りしたら困るでしょ。まあそれはロジックとして成り立つからね、はい、だからそういうのねもうしっかり握ってさやろうよと。だから輸出スチールの件だってお互いにメリットある形、お互いの株主喜んでんだからさ、はい、何が問題と。労働組合の皆さんにもいいですよと、日本式のね、はい、もう分厚い福利厚生でやらせていただきますからと、やりゃいいと思うんですけどね。まあその辺どうなるかね。難しいんですかね。まあ来年ね、まあ来年に向けてですけどね、まあどうなっていくかですね、この辺ね。まああの大統領選挙もあったりするので、はい、今年一年、波乱の一年になるかなと。そうですね。思いますので、はい、皆さんちょっと相場のね、急激な動きにはぜひご注意いただいて。そうですね。はい、頑張りますよ。はい、困った、不安になった時は、八重洲イブニングラボンにね、お越しいただけるといいと思います。お待ちしてます。はい、ということで、来週はライブですので、そうなんです、ぜひご覧ください。はい、ということで、ジョネトラダムスフライデー、また来週！